お願いします。お願いします。どうした？今日はね、竹山さんもいる。はいはいはい。TBS ラジオのゲートセブンで福岡に来たんです、はい、ちょうどその時にですね、事務所にいつも手紙が来まして、はいはい、ちょっと読まさせて、あ、お願いいたします。タカさん、お久しぶりです。2016年3月3日放送の皆さんのおかげでしたね。福岡の古賀まで来ていただいた時、出演した山田彩乃です。はいはいはい。私も26歳になり、結婚しました。6月11日の12時、挙式披露宴を挙げます、どうしても私は高さんに花嫁姿を見ていただきたい。ぜひこの YouTube で私の花嫁姿を見てほしいということで、あの時20歳だった女の子が26歳になって、はいはいはい、今音楽の先生になって、結婚式にですね、竹山さんと乱入しようって、なかなか行かないですよ。これは東京から九州にこんなお一人がバッチリ会う時なんか珍しいですよ。ちなみにですね、はい、私はこの手紙いただいて、はい、お花だけは送ってるんです。ああ、なるほど。ただこの TBS のラジオが全くこの日に重なったの、だったら竹山さんと一緒にじゃあ花嫁に会いに行くじゃないか。ああ、素晴らしい。そうですね。ただ私そんなこと知らないからスーツも何もないんですけど大丈夫です。ジーパンだけどいいですかね、はい、こうやって心は伝わることですから。今日披露宴なんですよ、はい、ここから、はいはい、披露宴にどういう形で私は登場すればいいんでしょうかね。そこが難しいですね。披露宴の流れを知らないですから、はい、まあ大体普通の初め花嫁登場とかそういうことになると思うんですけど、はい、ですから僕がイメージしてるのは、挙式の時とかですね、はい、あのウェディングドレスの、はいはい、花嫁の裾をですね、持つ人、子供が持ったりなんかする、ちっちゃい子供が持つ、はい、あれを僕と竹山さんが持つって。となると今誰かが様子見に行った方がいいですね。どんなウェディングドレスかな。着物だったらどうしましょ う刀かなんか欲しいですね。着物だったら立ちかなんかこうやって持ちたいですね。そんなだって長いはできないですからね。そうなんですよね。ソフトバンクホークスの試合は2時からなんで、はい、こっから1時間ぐらいかかるらしいんで。そうなんですよ。今12時15分前なんですね。入れて30分ぐらいなんですよ。じゃあ行ってみますか。そうですか。どっさり行きましょうか。何するだろうな。まもなく、はい、なんか俺たちが緊張してる。そうなんです。俺たちが緊張してる。なんか感じがこんな感じになる。よいか。で、ここにがさっきのドアなんですけど、ね、さっきのドア。ここがドアになってて、今2階に新郎新婦がいて、2階から降りてきてまず控え室から。で、ここのドア開けて。この中をこう机の合間をこうすり抜けていく感じで、で1
回ドア開けて新郎新婦が入りました、うん、で一回ドアが閉まるんですよ、まず。でこのタイミングでもうここから出て追いかけてもらうっていう、うん、で高橋さんの人から入る、はい、っていう感じ。俺が緊張してきちゃったですよねこっち側がサプライズ側が緊張してますよ、はい。おめでとうございます。こちら右手にお願いします。
ございます。すいません、皆様、突然にすみません、おめでとうございます。どうも、カンニング竹山と申します。突然、お邪魔してすいません。ちょっとこれには深いわけがありまして、私の隣にいる石橋貴明さんの方からですね、ちょっと事情を説明していただきたいと思います。はい、片竹さん、お願いします。本当に、本日はおめでとうございます。綾乃ちゃんがですね、今から6年ぐらい前ですか、番組に、兄弟の仲が悪いんで仲直りさせてほしいという番組に、出てもらってですね、それから約6年経って番組は終了してしまったんですけども、綾乃ちゃんの方からですね、事務所に一通の手紙が来てまして、私、石橋貴明はですね、去年離婚したんですけど高瀬さんと結婚できると思ってたんですけど、実は結婚しましたと。で、今日6月11日披露宴があるので、ぜひ私の花嫁姿を見てほしいと、素敵な彼を見てほしいということでですね、なんと私、今日この後ソフトバンクとヤクルトの試合を見に行かなきゃいけないんですけど、ちょうどですね、今日、福岡に来れたので、お花を送ったんですけども、だったら竹山さんと一緒に、綾乃ちゃんと、そして新郎を見に行こうじゃないかと、はい、そしてご両家の皆さんに挨拶しようじゃないかということで、はい、突然お邪魔いたしました。申し訳ありません。本当に皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。という事情でございました。我々はここでおいとまいたしますが、ここから素晴らしい縁をですね、皆さんで盛り上がってください。本当におめでとうございました。ちょっと記念撮影だけじゃあ1枚ね、カメラマンの高木さんとね、記念撮影をしてもらいます。どうしましょうか。どうする、どうする。中で、はい、じゃあどうぞ。終わります、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 終わります。おめでとう、おめでとう。高さん、高さん、うん、離婚したの、私誰よりも喜んでます。おめでとう。ありがとうございます。本当に皆さん、ありがとうございました。カンニング竹山さん、本日も石橋貴明さんでした。拍手をお願いします。お願いいたします。この模様はですね、来週ぐらいにはタカチャンネルしてあげます。ぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみがちょっと増えましたね。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしました。一枚いいですか。はいはい、せーの、もう一枚いきます、せーの、はい、OK です。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。会場いっぱいに、お久しぶりです。お久しぶりです。綾乃さん、心残りはないですか。おはようございます。おはようございます。思いは伝えきれました。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。そしてありがとうございました。ほらね、これは出したんですよ。ああ、いいですね。これは出したんですよ。あ、これはいいですね。ね、まさか本人が来るとは。いや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 、大成功です。いや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 、どうした竹山さん、こういう。いやー、無事成功しまして、ね、よかったですね。やっぱり初め入った時に、皆さんちょっとあまりにも突然だから、みんな気づいてない。気づいた時のお客さんのリアクションもすごかったですね。一瞬変質しかない怪しいやつがなりましたけど、取り押さえられるんじゃないかなと思いましたけども、そこからも会場も一体になって、これは今からいい披露宴になりますよ。ですね、はい、6月11日これを受けて取って、素晴らしい、はい、この門出になって、そうですね、
たまにはやっぱりいいことするもんね。いや、そうですね。たまにはいいことした方がいいですね。はい、さあ、これからソフトバンクヤクルト戦見に行きましょう。14時プレーボールです。ありがとうございました。今日は、わざわざ来ていただいてありがとうございました、まさか、来ていただけるとは思ってなかったのでとっても嬉しかったです、なんか会場がざわざわしてるなと思って後ろを見たら、タカさんがあのドレスの裾を持って一緒に歩いてくださっててあのとても感動してあのもうそこで記憶が止まってますまたあの福岡にも遊びに来てください。私の家にもぜひ来てください。待ってます。ありがとうございました